逮捕されたののは台湾籍の自称自営業新容疑者54歳です警察によりますと、翔容疑者は去年11月、台湾から中部空港に入国する際、豚やアヒルの血を固めて作る加工食品、潔平およそ5 0キロを必要な書類を提出せず不正に持ち込んだ家畜伝染病予防法違反の疑いが持たれています。 これらの食品は豚熱いわゆる豚コレラなど伝染病を防ぐため持ち込みが制限されていますが小容疑者は以前にも持ち込もうとして検疫所から警告を受けていました調べに対し容疑を認めているということです